えー、現在1歳の息子がいます。息子はとても可愛いですが、次はどうしても娘が欲しいです。産み分けの方法などがあれば教えていただきたいです。えっと、産み分けの方法は理論的にはないと言われてるんですけど、ただ、あの、ゼビウス、あの、ゼビウスっていう、あの、とかドルアーガの塔っていうゲームを作った遠藤さんっていう人が、あの、産み分けをしようと思って一生懸命やった結果、産み分けができたって言って、まあ、結果その、あの、選んだ通りの子供ができたらしいので、 あ,のまあ、ある種それは正しいのではないかと,、えー、と N=1 なの正しいかどうかなんですけど、まあ、一応あの産み分けをこうやったらできるんじゃないかっていう理論のもとにやって成功したっていうのをそのまま説明するとあの基本的には、えー、DNA でいくと男の子の DNA と女の子の,の DNA 精、えーまあ、子がそのあの男性になる精子と女性になる精子があるとしてであの男性になる精子の方が軽いので。 あの、卵子に行き着く確率が高いと。で、あの、基本的にはその女性の子宮内というのは、酸賛成なので、 その酸性度が高いと DNA 量が女性側の方が多いのであの死に耐えてしまうので酸性度が低い方があの女性が生まれる可能性のある精子が生き残る可能性が高い。で、女性の子宮内の酸性度を下げるには女性が精液を多く出ている状態の方が え、酸性度が低いので、女性が生まれる精子が生き残る率が高いという仮説があって、で、それを補強する材料として、あの、エンジニアの子供は女性が多いっていうのがあって、で、エンジニアには、あの、性的な、その行為が不得意な方が多い。結果として、女性内の性液の量が少ないので、その女性が生まれるはずだった精子が死滅し、あ、え 逆かあれ逆だのなんだっけ忘れちゃった。<laughs> すいません。あの、適当に調べてください。まあ、偏見です。はい、すいません。<laughs>